さあお聞き願っております。このテーマミュージック、スピリングトーホールド、スピリングトーホールド、やってまいりました。ザ・ファンクス、ザ・ファンクスであります。元 NWA 王者コンビ、アメリカ代表でありますテリーファンク、ドリーファンクの兄弟タッグチーム、スピリングトーホールドのテーマミュージックに乗って、早くもご機嫌テリーファンクであります。兄弟お揃いのトレーニングウェアをつけまして、リズミカルにリングに登場してまいりましたファンクスであります。両チームに日本テレビから花束が贈られました。大きな拍手であります。ドリーファンクジュニア、テリーファンク、ザ・ファンクス、和製アメリカンドリーム、ロッキー・ハタ、アメリカの師匠の目の前でどんなファイトを展開するか、天竜、テキサスブロンコ、テリーファンク、伝家の宝刀、スピニングトーホールド、健在ドリーファンクジュニア、ものすごい拍手で迎えられましたザ・ファンクスの登場であります。この世界オープンタッグ選手権試合、優勝の本命と目されておりますザ・ファンクス、お揃いの紺とそして赤のリングコスチューム、これからトレーニングウェアを脱ぎまして、レフリーのジョー樋口から入念な試合上の注意を聞くところであります。まずはテリーファンクのシューズ、そして今度は4人に試合上の注意を行っております。ジョー樋口、天竜がドリーファンクジュニアの視線にそっと視線を合わせております。がっちりと握手をいたしました。さあどうやらアメリカ代表は兄貴のドリーファンクジュニアが登場してまいりました。そして日本のフレッシュコンビ、天竜の登場であります。山田さん、アメリカの師匠との一戦、天竜どんな気持ちでしょうね。そうですね、やはり、まあ、非常に胸中複雑なものがあるとは思いますけれども、はい、これもやはり男の晴れの舞台ですからね、ドンとぶつかってほしいですね。まあ、はい、リング中央の打ち合わせの時にテリーが別れ際に天竜の肩をトンと叩いて、さあ来いよというような感じでね、いましたけれども、素晴らしい男のロマンというか、ムードが感じられますね。まあ、それにしてもこのザ・ファンクス、まあ、テリーもドリーも髪の毛をですね短めに切って、そしてお揃いのこのリングコスチューム、そしてトランクスをつけていますね。それからですね、山田さん、はい、日本側のこの旗と天竜のですねトランクスを見てください、同じ色ですね、同じ紺ですね、はい、まあ、くしくも4社とも紺のリアルトランクスになったわけですけどね、まあ、それにしてもドリーとテリーのこの本当に血の通った兄弟チーム、はい、後ろ姿なんか実にそっくりですね。そっくりですね。さあ旗を捉えます。ドリーファンクジュニア、早くも顔面好調。まあ、私1試合の始まる前にですね、超満員の本当に満員のですね、お客さんの中に入りまして、100人ほどいろいろちびっ子からですね老人まで、お年寄りの皆さんまで、聞いてみましたらですね、やはり優勝するのはこのザ・ファンクスが一番じゃないかというのがですね6割方いましたですね。あ、なるほどね、はい、うん、それからですね、私自身もね、いろいろな予想の方法を考えて、まあいろんな角度から分析すると、数字の上からだけですね、はい、見ますとこのファンクスの成績が一番いいですね。ただこのレスリング、特にそのコンディション、ハードなコンディションを要求される競技ですから、はい、でしかも長丁場の戦いということで、まあ、その辺が非常に微妙に絡まってくるわけですね。今度は天竜が登場してまいりました。大きくサイドヘッドロック、がっちりと離しません。まあ、天竜はですね正直言って今日は本当にやりにくいんだよと言っていましたね。
まあそれはね、はい、なんといってもあの世界チャンピオンチームと元の NWA の最高峰を極めた2人のしかも血の通った兄弟コンビ、これはね相手にとってはもうあまりにも巨大すぎますね。しかしこの巨大なね壁を乗り越えていかなければ天竜も強くはなれないわけですから、今日はやはりねもう何もかも忘れて思い切って体ごとぶつかってほしいですね。がっちりとサイドヘッドロックの体勢離しません天竜であります。このテリー・ファンクとはアマリロでは一緒に練習をした仲間であります。さあ今度はロッキー・ハタの登場、サイドヘッドロック天竜から受け継いだままであります。まあ、このロッキーですけれども、まあ、ロッキーはテキサスのですねプロレスは知らないと言ってましたですね。この人はまあ、まあ、オクラホマから南部の方へずっと行きました、はい、カンサス地区です ね最後はあのカンサス地区ですね。まあ、これだけの元 NWA の王者コンビに真っ向から今日はファイトできる本当に光栄なんですよと言っていましたロッキー畑、今のところ全くですねその王者コンビということを意識せずに頑張ってますね。そうですね、まあ、ロッキー畑君にとってはね本当にねこの夢のような抜擢、まあ、それもあの本人がめきめき実力をつけてきたからなんですけどね。さあ体当たりです。そして今度は大きくフライングヘッドシダーズホイップ、しかし相手を見ています、テリーを見ております。ロッキー畑心境著しいロッキー畑であります。この今戦っていますテリーとは、テリーが NWA のチャンピオンの時1回だけジョージアのテレビマッチで戦っているそうですね。しかしその時はコテンパンにやられたよというようなことを言っておりましたロッキー畑であります。そうですね、やはりこういった強い人とぶつかる、これはねプロレスの選手にとってはもう何よりのね勉強薬ですからね。サイドヘッドロックの体勢先ほどから続いております。捕まっていますテリーファンク、思い起こせば昨年10月各界から全日本プロレス入り、その後渡米、半年間にわたるドリーファンクジュニアの指導を受けプロレスのテクニック、スピリット、ガッツを身につけました。アメリカの師匠ドリーファンクジュニアがじっとその天竜のファイトを見ております。ブルドッキングのような体勢に入っていますね。そうですね、やっさあどうかタッチをしたいテリーファンク、しかしさせません天竜。まあ、キャリア的に見ましたらこのフレッシュコンビ天竜はまだ1年未満、そしてロッキー畑が5年目を迎えるわけですが、本当にそういったところをですね自分自身卑下することなく今は戦っております。どうかどうか、さあタッチしたい、しかしできません。フレッシュコンビなかなかやってますね。そうですね、やはりテリーがねこれなんとかタッチをしたいところなんですけども、ここでさせてはいけませんね。それにしてもやはりロッキーがちょっと硬くなってるようですね。いつもならもうパンパンとこの辺りで大技が出てくるところですがね、さすがに相手が大物だけに、まあねこれこうやって見ててリングの上ではちょっと分かりませんけれども、これだけの相手のまあチームはこれだけの相手だと本当にねルーキーたちにとって膝がガクガクしますよね。さあそのままヘッドロックの体勢から膝砕きに来ましたが離しませんロッキー畑、弟のテリーのファイトを見ておりますドリーファンクジュニア。まあ、この辺一発で離さないロッキー畑、だんだんとですね大物の器に近づいてきている、そんな感じもいたしますね。そうですね、非常に根性が育ってきましたね。エルボーを落としましたテリー、自爆です。がっちりとこのロッキー畑テリーファンクを仕留めております。まあ、テキサス流のファイトを経験していないこのロッキー畑ですが、テキサスブロンコのこのザ・ファンクスとの一戦、まあ、不安というものはないことはないんだよということを言っておりましたが、今のところなかなかやってますね。そうですね、畑君はアメリカのサーキットが長いですからね、これいろんなところでドリーとテリーのそれぞれのファイトには接してますから、よくその手の内を知ってるということですね。今度は天竜が登場してまいりました。
テリーを捕まえています。どうか、そのまま後ろに持っていくか。対空時間が長い。バックドロップ、テリーファンク。さあしかし仕掛けました。テリーもダメージが残っております。早く戻りたい。トリファンクジュニアにタッチ成功。アリキが登場です。ザ・ファンクスエルボーを見せます。師匠が登場。アメリカの師匠ドリーファンクジュニアからもらったブルーのトランクスをつけての登場。天竜、まあ、プロレスの1から10まで全てをこの人に教わったんだということを言ってましたね。そうですね、まあ、その師匠とこうやってねぶつかるっていうことはね、もう本当にいろんな意味でね大変なんですが、もう光栄なことですよね。まあ、今腕決められて相当苦しいですよ。これは天竜の左の腕を捉えます。何気ない技がね一番怖いんですね。もうあの腕の真ん中あたりが真っ白になってますね。まあ、先ほどもお話に出ましたこの優勝候補筆頭ナンバーワンのザ・ファンクス、まあ、このテリー・ファンクはローリングクレイドルホールド、そしてこちらのドリー・ファンクジュニアがですねスピニングトーホールドという足殺しの技で2人ともこの NWA の王座の域にまで達したわけですからね。そうですね、まあ、特にこのスピニングトーホールド回転足首固め、はい、これはあのドリー・ファンク系、あのファンク系ですねのいわゆるその家代々に伝わる技と、まあ、お父さんのドリファンクシニアから譲られた技だということですね。さあコーナーマットの最上段、いやおっとこれは仕掛けません。クリーンにタッチして登場いたしましたテリーファンク。ファンクスのこのテリー強引に今腕を攻めてますね。はい、先ほどの序盤戦の展開とは打って変わります。ファンクス、まあ、優勝候補ナンバーワンということは自分たちも意識しているでしょうね。川津学から川津落としを見せます。ドリーファンクジュニア今の技ね、はい、あの日本では川津落としと言ってるんですが、アメリカの一地区ではこれをサイドスープレックスというような呼び方もしてますね。まあ、この優勝戦線に絶対的に残ってくるだろうと思われますザ・ファンクスですが、まあ12月6日には福岡の大会ロビンソン・ホフマン、ヨーロッパ最強コンビとの一戦も控えてますね。そうですね、これはまたね非常に面白いですね。さあコーナーマットに追い詰められました天竜です。そしてチョップを見せます。いや天竜チョップだ、天竜チョップだ、天竜チョップを見せます。師匠に見せます。アメリカの師匠を放り投げます。天竜なかなかやります。しかしちょっと腕のダメージ大きいですね。十分にドリファンクジュニアがですねぐっと構えてさあかかってこいという感じも受けられましたですね。そうですね。さあダブルアームスープレックスの体勢だ。腰を落とします。天竜やっとの思いで逃げました。フレッシュコンビ、今度はロッキー・ハタの登場であります。まあ、フレッシュコンビは一勝をまず狙っていくこういうようなことを言っておりましたが、まあ、世界を代表する9チームの中でフレッシュコンビどのようなファイトを展開するでしょうね。そうですね、やはりもうとにかく一勝目標というのはね非常にいいことだと思いますね。さあ2台目合います。チョップ攻撃の連打、今度はヘッドバット、テリーファンクのヘッドバットです。そしてブレンバスターの体勢だ、強引に持っていく。キャンバスが波を打ちます。カバーに行きますテリーファンク。カウントは2、必死の思い出すロッキー・ハダ。ここで余裕を持ってファンクス、兄貴のドリーファンクジュニアが登場してまいりました。そしてサイドスープレックス、大技が次から次と出てまいります。そしてロープに飛んで勢いをつけてのエルボードロップ。さあロッキー・ハタが危ない、天竜が行く、天竜が行きます。なかなかフレッシュコンビチームワークがいい。エルボースマッシュであります。さあどうか、お客さんも知っています
自然と拍手が起こってまいります。これはリバーストホールドのような体勢ですね。そうですね、そのまま、おっと、いや、打たれがかりのダブルリバーストホールドに入ります。シュープラトンの足殺しに持っていきます。ファンク効きますね。まあ、あのいわゆる反則行為ですから、二人がかりですからね、はい、一瞬の間に止められてしまいますけれども、これかかってしまいましたら相当きついですね。これから徐々にですね、テキサスファンク一家に伝わっています。足殺しの技が展開されそうですね。そうですね、非常にあのプロレスリングの中でも基本的で、なおかつ効果の大きい足技ですね。あ、いつの間にか1975年12月フロリダでジャック・ブリスコを破り、第51代の NWA のチャンピオンになったこのテリー・ファンクでありますが、足殺しに持っていきます。そしてパイルドライバーです。ロッキー・ハタが完全に捕まっています。しかしどうか、天竜が行く、天竜が行きます。いや、跳ねのけました。ロッキーだんだんと根性が座ってきました。ロッキー旗であります。だいぶグロッキー状態ですね。コブラに入りました、ね、コブラに入りました。ドリーファンクジュニア、がっちりと両手でロッキー旗の首を揺すります、揺すります。さあ、こちらで天竜が入りたいところだ。天竜が入った、右手のチョップ一発、そして投げを見せますロッキー旗。フレッシュコンビのチームワークが非常にいい。ファンクス余裕を持ってタッチであります。そして大きく、そのままどうか、バックドロップか、アトミックドロップ、アトミックドロップだ。リングの中央です。カウントは2、おっと危ない、おーっというため息です。これでやったんじゃないかという感じですね、テリーファンク。そうですね。そして今度はバックを取ります、バックを取ります。テリーファンク、何が出てくるか分かりません。ファンクス、しかしロッキーが今度はバックを取る。コブラツイストに行く。ロッキー、ロッキーもやります。優勝候補ナンバーワン、元 NWA の王者コンビを相手に、なかなかフレッシュコンビ、いいものを見せております。なかなか前線ですね、はい、さあ今度はドリーファンクジュニアが登場。やはりタッチに余裕がありますね。そうです、非常にね、今のところね、じっくり攻めてるという感じですね。おっと、エアプレーンスピンですか。頭を高く持ち上げます、回転を加えます、飛行機投げ、飛行機投げ、エアプレーンスピンです。すごいスピード、すごいスピード、リングの中央に落としました。そしてカバーに行く、余裕を持ってカバーに行く。おっと、天竜が行きます。ロッキー今危なかったですね。そうですね、これはね、途中のスピンの状態が非常に危険な状態でしたからね。まあ、ファンクスが試合前軽く一周するんじゃないかと思われましたが、カウンターのドロップキック、旗。さあ天竜が登場です。サウスポーからのチョップ、そしてサイドサイドスープレックス、アメリカの主将を放り投げた。天竜カバーに行く、テリーが入ります、テリーが入ります、テリーがサイドスープレックス。おっと、これは反則ですが、すかさずドリーファンクジュニアが天竜を仕留めます。エルボースマッシュ、意外とファンクス苦戦ですね。そうですね、非常にあの前線ですからね、日本組は。まあ、優勝候補ナンバーワンということで、それも意識しているのでありましょうか。ちょっとエルボー落とします。ファンクスの動きが早くなってきましたね。ネックブリーカードロップ、大技が次から次と出てまいります。ファンクスであります。なんとか必死の思いでファンクスの攻撃から逃れていますフレッシュコンビですが、天竜がやっとタッチに成功。ロッキーが登場であります。右のチョップ攻撃、そしてロープに飛ばした。何が待っている、ショルダースルー、カバーに入ります。よっと、カウントはワンであります。ロープに飛ばしました。おっと、ジャンピングニーパットですね。ジャンピングニーパットですね。ガチャンというような音が聞こえてまいりました。顔面の真ん中にヒットしましたね、
鮮やかなジャンピングにバットが炸裂。そして人間風車、対角線上に投げます。天竜が弧を描いて落ちました。そして余裕を持って今度はテリーが登場です。おっとテリーがスピン、スピン、トーホールド、いいですね、スピンを加えます。スピン、トーホールド入りました。弟のテリーが仕留めます。やっぱジュニアがね、代わりに入りました。天竜手が出せません。鮮やかな足殺し、スピリングトーホールド。パンク一家の面目躍如、殿下の宝刀、スピリングトーホールド。ザ・ファンクス、テリー・ファンク、ドリー・ファンクジュニア組がまず初戦勝ち点2を挙げました。ジョー・キング氏が2人の腕を高く上げました。まあそれにしてもですね、この天竜ロッキー畑の日本のフレッシュコンビもなかなかよくやりました。そうですね、いかにもルーキーらしいその思い切った体当たりのね戦いっぷりがね、好感が持てましたね。まあこれからですね、このファンクスが6日福岡ではロビンソン、ホフマン組と対戦し、それから後半のですね、大木ドク、ババツルタ、ブッチャーシークといったところが目白押しでやってきますからね。そうですね、まあ今日のね一戦をね、いい教訓としてね、まあ本当に体当たり戦法でやってほしいですね。まずは初戦ファンクスが勝ち点2を挙げました。